私篠本アスです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのはスズキ GSX400 インパルスですね。こちらね、当時の面影そのままのオリジナルの、仕様となっております。非常にね、コンディションのいい機体です。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずフロント周りからですね。はい、どうでしょう、このビキニカウル車両ね、スモークのね、ダックスモークのスクリーンと相まってね、非常にまとまった一台ですね。カウルに、ね、大きな割れ、傷ね、そういったものございませんね。ウィンカーステー、この辺なんかもね、しっかりしております。そしてね、フロントフォーク、オイルにじみ、そういったものもございませんね。フロントフェンダー、立ちこけによるね、大きな割れ、そういったものもございません。はい、その足回りですね、ホイールですね、ガリ傷ね、そして曲がり、そして大きなね、錆腐食などね、そういったもの出ておりませんね。はい、ブレーキなんかもね、引きずりはありませんね。はい、非常にコンディションのいい一台です。はい、ね、水冷エンジンとなっておりますがね、ラジエーターからの水漏れね、そしてヘッドカバー、オイルにじみ、キャブからの燃料漏れ、そういったところもね、ございませんね。クランケースなんかもね、大きなね、傷、割れ、削れもありません。そしてね、ステップ、こちらもね、純正を採用しております。フロントのステップとタンデムステップと純正ですね。はい、枕ですね、こちらもね、当時のオリジナルのものが装着されております。音は後ほどご紹介していきたいと思います。はい、でリア足回りですね。はい、こちらもね、大きな錆腐色、白錆ね、そういったものも出ておりませんね。はい、タイヤ、こちらね、リアタイヤもまだまだいけますね。はい、でテール周りですね、こちらもね、オリジナルの状態をキープしておりますね。非常にコンディションがいいですね。はい、反対マットシートです。シートもね、大きな破れ、切れありませんね。はい、アンコの状態もしっかりしております。はい、タンクですね、こちらも立ちこけによるですね、大きなへこみ、塗装剥がれね、そういったものもね、ございませんね。紺のね、ラメが少し入っておりますね。はい、ではタンク内ご紹介していきます。はい、タンク内もね、大きな錆腐色ありません。はい、ではね、エンジンの吹き上がりいきたいと思います。1台ですね、もう今ではですね、大変台数も少なくてね、希少な1台となってきました。中型免許で乗れる1台です。これからの季節ぴったりだと思います。ぜひ皆様のお問い合わせをお待ちしております。